フォロワーが少なくても売れる SNS でファンを増やす10のステップ第2弾ということで今回お伝えしようと思います。かなりねディープな話をしていきます。皆様がねすぐにも使えるヒントがたくさんです。ぜひ楽しみにご覧ください。4番目いってみましょう。4番目、もう当然ですけどこれ価値ある情報発信をするっていうことなんですね。そのためにはやはりメインとなる舞台にいる人たちに向かって価値ある情報、共感をされるような情報発信が必要です。例えばですよ、いいねを押したくなるっていうか、ハートマークを押したくなるっていうかね、この情報いいなって押したくなるようなものってどんなものでしょう。どんなものが反応しやすいでしょうかね。例えば私がですよ、はあ、最近病気になりました、がんになりました、はあ、もう人生おしまいですとかっていうようなね発信をした時に、これもちろん人によってはね、人によってはSNS によってはうわー大変ですねっていうような共感かもしれないのでいいねがつくかもしれませんけど、一般的に言えばですよ、一般的に言えば病気になりましたっていいねってちょっと押しづらいですよね。ちょっと押しづらいので、ここでああもう病気になったけれども、実は周りですごい人がいいお医者さんを教えてくれたことによって未来に希望が持てましたみたいなね、未来に希望が持てましたみたいな情報発信の方が共感されやすいですよね。あとはいつもありがとうございます、いつもお世話になってます、いつも素晴らしいお客様からこんなメッセージいただいてますっていうような感謝の情報を発信してたら信頼されやすくなりますよね。ああ周りの人からこんなに感謝の声が集まるんだ、しかもこの人も感謝をしてるんだっていうような反応が上がりやすい、反応率が上がりやすいような、共感されたり信頼されるような価値ある情報を皆さん出さないといけないにもかかわらず、ああもう最近の世の中もうクソだと思ってます、もういやもうこんなニュース見てるともう世界は終わってしまえなんて思うんですとかっていうようなね情報をもし発信してたらちょっといいね押しづらいじゃないですか。もう最近ムカつくやつがいてもうこんなの許せないと思って思わずつぶやいちゃいますとかってね、いやそういう募集団に対して情報を発信したいんだったらもちろんいいですよ、いいんですけれども、そういうエネルギーが広がっちゃうし、そういう人たちが集まっちゃうのがこの SNS の特性でもありますから、ぜひね相手にとって喜ばれるような、相手が嬉しくなるような情報とか、ちょっとクスッと笑える、ちょっとありがたいなって思う、ちょっとへえなるほどいい話だな、ちょっと感動したみたいなね、ちょっと嬉しくなる、ちょっと勇気をもらえるみたいな情報を送っていただきたいんです。この人面白いな、楽しいなとかね、ポジティブな感情が生まれるようなものをここに書いてあるようなインパクトのある言葉、インパクトコピーですね、もしくはインパクトのあるビジュアル、他では見れないような面白い姿、面白い写真、面白い動画でそれを届けるということなんです。例えばですよ、例えばこんな感じです。じゃん、ちょっと写真が小さいかもしれませんけど、これ私が学生服を着てるんです、学生服を着てるんです。40代後半にもなって何をしてるかって、もうインパクトコピー最初の一文大事ですね。これコスプレではありませんって一言から始まってるんですよ。コスプレではありませんって、30年ぶりに学ランを着ました、てんわら、まあね、かっこ動画付きとか書いてありますけども、この最初の一文で SNS で反応決まるんです。コスプレではありませんって、これいきなり最初からですね、私は昔高校時代応援団に所属しておりましたみたいなことからまあそれも応援団ってキーワードがインパクトコピーでもあるので反応多少は取れるかもしれませんけども、どうせだったらですよ、どうせだったらコスプレではありませんとかね、気が狂ったのではありませんよとかね、なんかそんな感じの一言から始まるとですね、相手は思わず読んでしまう。コスプレではありません、30年ぶりに学ランを着マスターってね、ちょっと誤字とか入れてみたりして、浜松北高校の同窓会に向けてイベントまでの、での映像撮影のために応援団の同窓会生が集まりました、そう私は高校時代応援団だったのです、当時は殺人的なトレーニングで心と体を鍛えられたものですみたいなね文章から始まるとか、他にはですね、
職人として経営者として狂気のこだわりを持ってって、狂気のこだわり、これね私の Facebook 過去の投稿を見ていただければと思いますが、これね講座セミナーを作る時にですね、もうこれ分単位で1分単位で細かくこの時にこのセリフ、この時にこのテロップってね、設計、講座の設計を作ってですね、当時は私 J. エイブラハムというのをね、世界で最も長い期間にわたって契約をして、皆様にね J. エイブラハムのプログラム、ビデオファシリテーションプログラムをお届けしてましたから、それの設計をする時、その開発をする時にですね、やったものをもう5年も前か、狂気のこだわりを持って作ったんだみたいな、普通に頑張って作りましたじゃダメなんです。狂気のこだわりを持ってとかね、こうするとやっぱ反応が上がるんです。ぜひね、皆様も単に発信をするだけではなく、共感や信頼もらえるような、そしてインパクトのあるコピー、言葉ですね、そしてインパクトのあるビジュアルで反応率を上げていただきたいというのが、これ4番目ですね。5番目、継続的な情報発信をする。継続的ってこれ大事ですね。よくブログとか毎日書きなさいとか SNS 毎日投稿しなさいって言われますけど、これ毎日までは上げなくてもいいんですが、もちろん毎日上げた方が相手に出やすくはなります。相手の SNS へこの毎日毎日書いてた方が毎日は出やすくなりますけども、できれば頻度が高い方が良いです、もちろん。ですが毎日までやっても価値ある情報でなければ意味がないので、価値ある情報でなければ無理くり今日の朝ごはんはこれでしたイエイとか言われても、相手にとって価値ある情報じゃないから、無理に毎日書く必要はないと私は思ってます。私の投稿もですね、別に毎日してるわけではありません。ただいつものテーマ、いつもこういう感じだな、いつもこうだなって、いつもの清水さん、いつものセミナーズの感じだな、いつものラーニングエッジっぽいな、いつもの MBS の話だなみたいな感じで、いつものテーマを聞いてると、そうそうそうだよねって人は安心しやすくなるものなんですね。これ逆のパターン考えていただければ分かると思うんですけど、年に1回いきなりいつもと違う話をボーンと、今年はこうでしたボーンって年に1回だけやられてもですよ、好感度持ちようないですよね。いや、たまにいい話だなと思っても、共感とか好感ってのがやはりいつも頑張ってるな、いつも情報発信してくれるな、いつもありがたいな、いつも面白いなっていう、この感覚がやっぱり大事だということです。さあ、ここまで5番目まで来ましたけど、ここまででも結構濃い内容をお伝えしてまいりました。それでは今回はここまでお話しさせていただきましたが、次回が最後ですね。フォロワーが少なくても売れる SNS でファンを増やす10のステップ、次回もお楽しみにご覧になってください。ここまで良かったという方はいいねボタン、コメントやチャンネル登録、そしてシェアもよろしくお願いいたします。